ヒップホップヒップニュース。皆様こんにちは、キヨからパイジャイことエジです。グラミー賞最多の記録を持ち、ラッパー界の頂点に君臨する男 JZ、 ビジネスマンとしても敏腕な彼が次に手を出したのが、なんと映画ザ・ハーダー・ゼイ・フォール復讐の荒野が11月3日よりネットフリックスにて独占配信されることが決定。なんとこの映画は西部劇なのですが、西部劇の感じはそのままにヒップホップなテイストの音楽、超独特ですね。日本で言うならヌジャベスが主題歌となっていたサムライチャンプルとかでしょうか。しかしこれはビジネスの戦略としてもとても強く、例えば西部劇の映画はたくさんあって、その中でもヒエラルキーがあります。まあ一番有名なのは荒野の7人でしょうか。このヒエラルキーの中で西部劇の映画で勝負をするとなると、ライバルの作品が多すぎて埋もれてしまいます。ではここで西部劇とヒップホップの要素を合わせた世界観を作るとどうなるでしょうか。新たなヒエラルキーの中で頂点に君臨することができます。これを差別化と言います。ライバルがいる仕様では必ずこの差別化は意識しましょう。てか西部劇って荒野大好きだな。